皆さんこんにちは、ワンダルグルビジです。では今回は、ギレンデワークシーズの脅威 V、レベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。現在、デラーズフリートと交戦中で、残っているそのデラーズフリートの拠点は、本拠地、ここ茨の祖母だけになっていますので、今回ここに攻略作戦を仕掛けていきたいと思います。まずはちょっと茨の祖母の戦力確認しておきたいので、諜報部隊を送って中身確認しましょう。43ユニットか。それにゲルググマリーでケンプファー。ゲルググイエーガーなんかを生産中ですね。今、ちょっとこの相手をするのは難しいので、戦力を少し1、2ターン整えてから突入していきたいと思います。はい。前回ですね、ジャミトフがティターンズを立ち上げたというイベントあったと思うんですけども、今度はブレックスが英雄号を結成というニュースが入っています。続いて、部隊の中心となる核となるユニットをご紹介しておきたいと思います。まずですね、主力モビルスーツなんですけども、支援機としては、まあ、変わらずジムキャノン2ですね。これを主力機として使っていきます。さらに、エース向けの支援機としてジムスナイパー2。これも、ある程度数を揃えました。まあ、このあたりでしっかり、テラーズフリートのゲルググを止めてもらおうということですね。で、白衛専用の量産機がジムカイです。続いて、エースですが、イヤさんは、デンドロビーム乗ってもらってます。隊員に昇進。まあ、ここはかなり期待をしているところですね。さらにシローなんですけども、試作3号機に乗ってもらっています。まあ、4号機はまだ戦場に到達するのは少し先になりそうというところですね。その他パワードジムなんかもですね、まあ、数はまだ少ないんですけども、エース向けに生産してあります。このあたりが主力になると思いますので、しっかり戦っていきましょう。では、特別作戦を発動していきます。茨の園制圧戦です。デラーズフリート本拠地茨の園に対する攻略作戦を開始する。ジオンが滅び去った今もギレンザビに戦いを捧げるデラーズフリートを打倒し、地球圏に平和をもたらすのだ。諸君らの健闘に期待する。はい、ではまずサイド5からですね、全部隊茨の園に侵入です。こちらの中域からも部隊を出していきましょう。で、もちろんサイド1からも全部隊発進です。茨の園。デラーズフリート51ユニットですね。連邦の方が112ということで、まあ倍以上の戦力用意してますので、でしっかりじわじわと追い詰めていきたいと思います。ガトーが復帰してるかどうかですね。パッと見ガトー。あるいはノイエジールといった狂気体はいなそうに見えます。このまま基地中心部目指していきましょう。さあ主力部隊ですが、このまま基地中心部に突入していきたいと思います。ユニットの数で圧倒する、まあそういう作戦ですね。ただ前衛にはやっぱりヤザンをね、持っていきましょう。で、陣形をしっかり組んでいきます。支援機のジムキャノンなんかで後方からね、攻撃を仕掛けていく。まあ、そういう戦いができたら一番理想かなというところですよね。ヤザンがいきなり狙われてますが、これ、なぎ払えるのかな。できればなぎ払いたいですよね。ドラッツェとザク相手だったら大丈夫なのかな。ちょっとだいぶダメージ食らってますので心配にはなりますけど、なんとか持ちこたえられそうですね。ただ瀕死の状態になってしまったので、ヤザンを早速下げましょう。では各部隊ですね、
攻戦状態に入っていきます。では反撃開始です。ヤザンは一度回復するのに戻らなきゃいけないので、まあ一番期待していた機体がいきなり下がるという戦い方になるんですけども、まあそれでもまだまだ数で十分に敵を圧倒できる。それだけのモビルスーツ用意してますので、敵をなぎ払って削り取っていきましょう。ここにやっぱりノイエジールなんかがいると、まあ、さらにきつくなるのかななんて思ってたんですけど、今のところノイエジールらしき機影もありませんので、力押しでね、数を減らしていけそうです。ここはカクリコン、それにシローなんかがいる、まあエース部隊ですね。パワードジムなんかも配備してあるので、この打ち合いでね、勝てるといいんですけどね。カクリコンが撃破されてしまいました。アメリアですね。ここはエマさんです。アレックスだったと思います。そうですね。アレックスに乗っているエマさん。もうアレックスもね、もうこの時だと、敵に対して圧倒的に有利なユニットというわけではないので、もう油断してると撃破されてしまいますね。これシーマのゲルググマリーネに見えますけど、そのシーマのゲルググマリーネに切られまくって、アレックスのエマさんが撃破されましたね。これむしろシーマが乗ってると思っても良さそうですね、今の格闘の回数見る限り。しっかり対処していきましょう。では、第二波攻撃仕掛けていきます。カクリコンとエマを失いましたし、ヤさんもやられてしまいましたけど、まだまだいますからね。このスレッガーさんなんかも、しっかり旧式のドラッツェを撃破してくれています。一年戦争編で、スレッガーさんが死ななかったのは大きいですね。一気に数を、敵の数を減らしていってる。まあそういう状況ですね。パワーの任務はちょっとエネルギーの消耗が激しいので、継戦能力は、あんまり期待できなそうですね。なので、まあしっかり戦艦に戻して回復しながら戦いましょう。で、その間前線支えるのはやっぱり、キャラなしのジム回になると思いますので、ベラーズは陸の持つ前に自らモビルスーツをの操縦して出撃してきてたんですね。さあ、ここはジェリドです。カクリコン、エマ、そしてジェリド。やっぱりシーマだったか。まあ、ここはシーマのところにジェリドを当てて正解でしたね。もう、今や、ゼータガンダムの第1話に出てきた、カクリコン、エマ、ジェリドの中では、このジェリドしか、戦域に残れてないので、しっかりジェリドがね、残ってもらいましょう。そしてこちら、マウアーですね。マウアーはパワードジムに乗ってます。では、第3波攻撃です。これで敵の主力はほぼ、排除できるかなと思いますので、その後は、まあ、時間をかけながら、この茨の園を攻略していきたいと思います。まあ、かけながらというのはですね、まあ、この間にできるだけ開発レベルを上げておきたいというのがあるので、まあ、ちまちま攻略してですね、その間に開発レベルを上げておこうと。まあ、そういう意図ですね。敵の部隊ご覧のようにほぼ壊滅させてます。ジェリドもまだまだ元気ですね。報告します。観艦式によって兵士たちの戦意は大いに向上しています。観艦式は成功です。観艦式普通に成功してますね。ガトーのアグニックバズーカーの炸裂というのはなかったようです。木星船団より開発レビル将軍、ジャブローに突如現れたガンダム試作2号機の核攻撃によってジャブロー防衛部隊の約 30% が大破しました。
地下施設への被害がなかったのが、そうか、全ての救いです。ガトーはレビル将軍、チタンズが機関艦式ソロモンを攻撃するのではなくてジャブローを攻撃するんですね。まあ、ジャブローに戦力ほとんど置いてないので全く問題はないですけどね。元ホワイトベースのメンバー6が英雄語に参画したという情報入ってきています。このままこちらは研究を続けつつ、引き続きベラーズフリートの本拠地茨の層攻略戦続けていきたいと思います。どうだろう、開発レベルを20ぐらいまで上げたいので、しばらくそこまでスキップしていきましょう。緊急事態が発生しました。ガンダム2号機を強奪した部隊がコロニー落としを仕掛けてきました。落下地点、到達時間、敵部隊の規模など一切が不明です。コロニー落としが来ましたね。星のクズが発動されたという状態です。ブレックスフォーラから通信が入っています。回線を回します。さあ、ブレックスさんからですね。レビル将軍、あなたほどの人ならばティターンズの危険性はご承知のはず。あなたにはあの30番地事件を許すことができるのですか。このまま放っておいてはティターンズはさらに増長し世界を破滅へと導きます。世界を救うため我々と共に戦ってほしいのです。将軍の考えをお聞かせください。これ英語語かティターンズかという話ですよね。これもちろん英語語につきたいな。イエスにしましょう。ありがとうございます。エウーゴは連邦軍への協力を約束します。その時までこのことをティターンズに悟られないよう気をつけてください。これでアムロやクワトロと戦えますね。新兵器の開発が終了したと報告がありました。レビル将軍、コロニー落としの目標が判明しました。敵の狙いはジャブローです。地球上空の防衛部隊だけではコロニー落としを阻止できません。諸君、シナプス隊が近くにいるはずです。防衛部隊に協力しコロニー落としを阻止するよう命じます。コロニー落としを確実に阻止するため完成したばかりの試作3号機をシナプス隊に使わせてもよろしいでしょうか。これは使わせましょう。どうだったかな、スターダストメモリーだと試作3号機使ってガトード部隊と交戦するっていうシチュエーションだったと思うんですけど、まあ、試作3号機を送りましょうか。はい、試作3号機の戦力は1個大隊にも匹敵します。必ずやコロニー落としを阻止できるはずです。シーマと名乗る者から通信が入っています。回線を回します。お初にお目にかかります、レビル将軍。少しばかり資金を都合していただければコロニー落としを防ぐ協力ができるんですが。そうか、資金か。これはシーマを仲間に引き入れておきましょう。イエス。さすがは連邦軍の総大将、契約成立、協力させていただき、これでジャブローへのコロニー落としを阻止できるのであれば安いものですよね。報告します。まもなく防衛部隊が目標のコロニーに接触、敵部隊との交戦を開始します。防衛部隊がコロニー落としの阻止に成功しました。コロニー落とし阻止成功しましたね。まあ、シーマに大金をはたいただけ、ことはあったということだと思います。敵も必死だ、一刻も早くこの戦いを終わらせねばならんようだ。まあ、シーマに金を払ったことによって開発の速度が少し遅くなってしまいましたからね。しました、まあ、その分取り返したいというところです。かつての戦いで英雄と謳われたレビル将軍の下で戦えるとは身に余る光栄です。シロッコが加入。この命に代えて将軍への忠誠を誓い、必ずやご期待にお応えします。まあ、シロッコは結局どっちに行くのかわからないですけど、結局ティターンズに行くと思っておいていいんですよね。なので、まあ、この後デラーズフリート打倒した後はアクシズ戦になると思うんですけど、まあ、そのアクシズ戦で重宝するかというとあまり重宝する必要はないかなと思いますね。レビリ将軍、私が設計した可変モビルスーツの開発を提案します。シロッコから新しいモビルスーツの開発プランが来てますね。これは
早速開発しましょう。先ほどのメッサーラに続いてガブスレーも開発提案来ましたね。そろそろじゃあ茨の園落としましょうか。メッサーラとガブスレーを生産すればアクシズの戦力といえども十分に撃退できるかなと思いますので、茨の園を制圧していきましょう。これで茨の園を制圧完了できると思います。制圧完了です。報告します。我が軍はデラーズフリート本拠地茨の園の制圧に成功しました。デラーズフリートは滅亡です。レヴィル将軍、アクシズのハマーン・カーンが全世界に向けて放送を。アステロイドベルトに浮かぶ宇宙要塞アクシズ、その実質的な支配者ハマーン・カーンは、優れた統率力と絶大なカリスマを武器に地球圏への移動を開始した。そしてつい長く厳しい旅路の果てに小惑星アクシズは地球圏に到達したのである。アクシズの出現がもたらす新たなる戦乱、地球圏の混迷はさらに深まろうとしていた。将軍、ハマーンは宇宙要塞アクシズを本拠地とし、周辺空域に部隊を展開、同時に地上部隊による東ヨーロッパ侵攻を開始しました。まさにジュオンの亡霊だな。この戦いに終わりはないのか。はい、ということでデラーズフリートを撃退しましたが、その後今度はハマーンがやってきましたね。次回はこのハマーンとの戦いに移行していきたいというふうに思います。では今回をここまでにさせていただきます。